皆様こんにちは、こんばんは、ノマランドでございます。よかろう。今回はウォーローの DLC1 の猿周回において高速周回のできるビルドを紹介いたします。前の動画の最強武器に合わせたビルドで、一種の補足とかにも見えるでしょう。ある程度の立ち回りは避けられませんが、四季中合でも高速で回せます。お猿さん周回同士でしたらぜひご覧くださいね。本動画はそろそろ他の堀場を用意してもいいじゃないの、ノマランドの提供でお送りいたします。ちょっと関連動画の共通11号、基本内容はストーリーのネタバレを避けてますが、進捗によってまだ見たことのない景色があることは避けられません。また装備や武器を紹介すると見たことのないものである可能性もあります。完全にネタバレされたくないでしたらこれ以上進まない方がいいかもしれません。ご了承でしたら本編へ進みましょう。まずは実績を見せながら戦法を紹介します。ローディング後付けの形式で行います。最初は恒例の仲間退場とカレンバフ。猿登場、後ろから火柱2発、そして通常コンボ1クルー、背後に維持できれば猿は必ず2回ジャンプ、賭けカウンターで決まります。カウンター決まれば猿はバックして上体移行、突進火柱3発、上体移行の衝撃波は突進で耐えます。ここまではほぼ予定調和になり、一気に半分以上削りましたね。後の展開は臨機応変が必要ですが、主に2ルート、1、引きを取って突進絶脈エンド、2、カウンターして突進絶脈エンド。今回は一番理想の最速カウンターからのエンドになります。時間がご覧の通り。今のはレベル250前後、四季10号ですが、実際220台ですでに成立する成績です。また四季を10まで下げて挑戦もしましたが、さらに1ラウンドの立ち回りが必要になりますので、現在15メインでやります。では次がビルドの内訳になります。ではまず装備を見てみましょう。使用私服は極振道具、サブ揃いは適当、武器はまあ主役ですから数作転閲、 OP は画面上に参照、サブ武器使わないので適当、主に私服パーツになるでしょう。ちょっと遠距離を飛ばして防具を先に見ます。共通としては幸運、振り状態ダメージ増、遠攻力の3種、基本火力と幸運基本ですが必須です。そして頭と手の部分にバフデバフ系も追加します。極真の3デバフできる限り維持したい構成です。自身へのバフもね。体と足は枠の余裕がありますので、戦機獲得量や優先ドロップを搭載、こういう枠と自分の援交力はいわば自由枠なので、ある程度自由調整も効きます。では遠距離へ戻ります。サルの時はどうしよう、構成はほぼ防具と同じ感覚になります。さらに揃いかつマイナス1もこちらを担当。弓は本番攻略用でここで使用しませんが、揃えの枠装備として考えましょう。装備の最後が小物です。注視するのはやはり幸運、そしてめっちゃ渋くなった戦機ですね。さらに援交力やダメージ、もしくは HP 回復バフ関連があればさらにいい。おまけはともかく、とりあえず幸運の戦機を最優先にしましょう。そして配点はこんな感じ、面の火を最大にしてあまり関係ないものを中、あとは土日全振りにします。戦術構成、使うのはカレーンと火柱だけなので他は自由にしてもいいでしょう。これで猿周回ビルドの完成となります。まあ自分の本番ビルドのトレハン調整でもありますので、微調整にすれば攻略にも強いですね。一番言いたいのは、早い手当て楽ではない。実践サンプルですでに分かると思いますが、前半は予定調和ですけど、賭けが必要の上で操作一つのミスもあれば調和も崩れます。また後半に入るとやはり臨機応変が要求され、賭けや引き対応も必要となります。周回の間、集中力はもちろん必要であります。
さらに敵の超強化とこっちの停止機と相まってワンパンです。攻撃を受けたら一発で死ぬので、まあミスは許さないですね。慣れれば周回の難易度自体高くはないが、集中せずミスれば死にますので、まあ気が抜けませんね。他の動画を見ながらやるのは相当な苦労度じゃないとな。そこまでじゃないならとりあえず集中して周回しましょう。以上が猿周回用のビルドの紹介となります。戦術ぶっぱではないが意外といいタイムと思います。現在の環境ですと立ち回りが発生しやすいので、それ前提にする構成となりました。効率的な猿周回を目指す方、ぜひ試してみてね。他に感想や補足がございましたら、ぜひコメントまで。では本動画はここまで。本チャンネルの他の動画もご覧いただければさらに嬉しく思います。また次回お会いしましょう。